にこの時点で右と左の顔の長さ違く見えませんか？チェキチェキこんにちは、表参道ヘアアーティストあやまるです。今回はついついやってしまいがち老け見えハーフアップについて解説していきます。突然ですが皆さん、このハーフアップを見てどう思いますか？前からね、見た感じだとそこまですごい変だよっていうわけではないかもしれないですが、横から見たらね、こんな感じです。ちょっと気になるところ多いですよね。前から見たらいい感じだけど、横からとか後ろから見た時になんかいまいちってこともあったりします。なので今回は老けて見られてしまいがちなハーフアップの原因と正しいハーフアップの作り方について解説していきたいと思います。ちょっとしたポイントを押さえるだけで誰でも簡単にハーフアップをマスターすることができるので、今回の動画を参考に正しいハーフアップを覚えていただけたらなと思います。はい、ではまずはじめにこのハーフアップの何がいけないのかっていうところを説明していきたいと思います。まずは正面から見た時ですね。このね、顔周りのこの横の部分の髪の毛を全部持ってっちゃってるから、顔がなんかドーンって目立っちゃってません？なんか輪郭がもう全部出ました、こんにちはっていう感じになってるように見えると思うんですけど、でさらにそれが原因でこの鉢のところが張って見えて、なんだか顔が四角に目立っている感じもしませんか？あとは横から見た時にこうね、がっつり全部髪の毛持ってっちゃってるので、分け目のラインが結構はっきりと見えてしまっていますよね。そしてなんか結ぶ位置が高すぎてもなんかピョーンと結んだところだけが孤立しちゃって侍みたいな感じに見えませんか？これだともうバランス抜群のハーフアップですよっていうのはちょっと言いづらいですね。はい、なのでここからはこれを踏まえて正しい可愛いハーフアップの作り方を紹介していきたいと思います。はい、でまずハーフアップに限らずなんですが、ヘアアレンジをする前は必ずスタイリング剤をつけてください。もちろんスタイリング剤なしでもヘアアレンジすることはできるんですけど、やっぱりつけた方が仕上がりが全然違います。こうスタイリング剤がついてないと髪にツヤがなく見えてしまったりとか、それがね余計に老けて見られやすい原因にもなってしまうので、スタイリング剤はつけましょうね。スタイリング剤をつけることによってシンプルなハーフアップでも髪の毛にツヤがあるだけでより綺麗に仕上がります。で今回私はこちらのカミニーのヘアバームを使っていきたいと思います。であとスタイリング剤をつける前は必ずブラッシングをして髪の絡まりを解いておいてください。はい、でそしたらスタイリング剤つけていくんですけど、私の髪の長さぐらいだったらだいたい爪1個分くらいかな、このくらいの量を全体になじませます。結構ねカミニーのヘアバームはすんごいスルスルっと馴染むので、普通のバームよりは全然量が少なくていいかなと思います。まずは中間毛先のパサつきやすいところに馴染ませます。ほらもうこれだけで全然ツヤの出方違いませんか？パサつき消えました。はい、こんな感じで中間毛先内側だったり外側もつけたら、次は今回はハーフアップなので、こうハーフアップをした時にこう見えてくるこの表面の部分ですね、ここもこう完成の形を作った状態でこうスタイリング剤をなじませてあげると塗り漏れがないかなと思います。この辺とかね、付け忘れしやすいところになるので、こう一回完成形の形をなんとなく作ってからちょっとバームをね見えるところ中心につけてあげるといいかなと思います。はい、こんな感じでとりあえず一旦ねスタイリング剤つけることができました。さっきのパサパサ感どこ行ったってぐらいしっかりまとまってくれました。これだけでもねスタイリング剤がどれだけ重要かっていうのが伝わるかなと思います。はい、そしたらいよいよここからねハーフアップ作っていきたいと思うんですが、さっき私が使ってたのはこういうちょっと太いゴムでした。でもおすすめはこういった細いゴムです。あんまりねこういう太いゴムでハーフアップの髪の毛結んでしまうとギュッて結べるんですけど、そのギュッのせいで髪の毛がピョーンと跳ね上がりやすくなってより侍っぽくなっちゃいやすいんですよね。なのであえてこういう細いゴムを使ってしなやかに下に降りるようにハーフアップを作ってあげるとよりバランスが良くなるので、できればこういった細いプラスチックのゴム使うといいかなと思います。はい、で次ハーフアップにする範囲なんですけど、さっきはぐるっと一周まっすぐに割とほんと耳と同じぐらいの高さでがっつり分け目を作っておりました。まあそうするとハーフアップした時にこの横がね全部つっちゃって顔のゴツゴツラインだったりとか見せたくないフェイスラインがはっきり出てしまうのでバランスが悪くなってしまいます。そしてプラスでここがギュッてなってることによって鉢が張って見えてなんだか顔が真四角に見えるなんてことも起こってしまいます。じゃあどうすればいいのかっていうと、大体このこめかみあたりから斜め下に向かってこう分け取ります。真横じゃなくてこめかみから耳の高さ、もうほんとちょっとの角度なんですけど若干
下に向かって V の字で取ってあげるといいかなと思います。でプラスで斜め下に取るラインはギザギザがいいです。ではやっていきますよ。こめかみに人差し指を準備したらギザギザギザと耳の高さの位置まで若干斜め下に取る感じ。じゃあ次横から見たバージョン、こめかみに用意してギザ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 、見やすくするとこんな感じでちょっとギザギザがあるの分かりますかね。結構適当でいいです。綺麗にギザギザじゃなくても不規則の方が逆にラインが目立ちにくくなるので、もうあえてブレブレな感じで分け取ってあげるといいかなと思います。分け取った後はこの耳周りの髪の毛残ってます。ここね全部持っていくから顔がこう長く見えてしまうんですよね。もうすでにこの時点で右と左の顔の長さ違く見えませんか。全部ないバージョンだとすごい縦長に見える。こっちはそんなに気にならなくないですか。はい、てな感じでこの耳周りのねちょびっと残した状態でざっくりと分け取ります。で、あとはその斜め下の耳の高さの位置で結びます。で、この時もこの下に降りている髪の毛を巻き込んじゃうとすごい痛いので、一回一回こうね手で避けながら結んであげるといいかなと思います。で、今みたいにこう毎回毎回手で避けるのがめんどくさいっていう方は、一回髪の毛を分け取ったら上でピンとかで留めておいて、下の髪の毛を一回ゴムで結んじゃって絶対動かない状態にしてから、こっちのね上の髪の毛を結んであげるといいかなと思います。はい、そうしたらこのねハーフアップギュッと締めたいところなんですが、この締める時にもポイントがあって、ただシンプルに2つに割ってギューって締めちゃダメなんです。ただ2つに分けた毛束を引いてしまうと変なところがもっこり出てきてしまったりとか、変なところがギュッて締まってしまったりで、なんか頭の形がおかしく見えやすいんですね。なのでこのハーフアップを締めるときはこの髪の毛を上と下に分けます。そしたらこの下の方の毛束を2つに割って、この髪の毛をちょっと下に引っ張りながらギュッと締めてあげると、ちゃんとその頭皮にゴムがキュッとひっついてくれるし、程よく頭の形がふわっと綺麗に見えるようになるんですね。こうするとね変に浮くこともないし、結構本当にストレスのないハーフアップを作ることができるかなと思います。はい、そうするとこんな感じでハーフアップが完成しました。前から見るとこんな感じです。違いません、全然最初と最初にねお見せした登場した時の謝るのハーフアップだとすごいピシッとしてて、なんかすごい硬いイメージに見えたかなと思うんですけど、これだとねなんか程よくゆったりしてでもだらしなくないハーフアップに見えませんか。こうねさっきの耳横の髪の毛は耳にかけないとこうなるんですけど、まあ、これでもふわふわに巻いてあげてガーリーに見せたい時なんかは耳かけなくてもいいんですけど、あえてここは結ばないけど耳にはかけたいっていうね、引っ張られてこう突っ張ることもないですし、程よくこの耳の周りに動きがふわっと動きが出るので大長さを軽減できやすいですね。だからあえて耳周りは耳にかけることを前提に残しておくっていうのがすごく大事です。これでも十分可愛いハーフアップ出来上がったんですが、ほぐすともっともっと可愛くなります。ほぐす部分はゴムを片手で押さえながら、まずは真ん中、ゴムのすぐ上ですね。そしたらだいたい指2本分の間隔でゴムに対してこう扇状になるように、もう頭の表面に扇を作るようなイメージでほぐしを加えます。だいたい真ん中ほぐしたら 1,2,3 箇所ぐらいかなと思います。このゴムに対して扇状に間隔が均等にほぐせていれば OK です。はい、そうすると後ろこんなに可愛くなりました。前から見た時もよりルーズ感を加えていきます。この耳周りのところはもう元々結んでないのでほぐさなくて OK なので、このこめかみぐらいのところかな、ここから 1,2,3,4 箇所、反対もこめかみぐらいから 1,2,3,4 箇所。はい、そうするとこんな感じです。これもねほぐしただけですけど、また全然雰囲気違いませんか。一周するとまず前横を見て後ろ見るとこんな感じです。全然違いますよね。このちょっとしたポイントを押さえるだけでこんなに可愛いハーフアップができちゃうんです。今回は老けて見られてしまうハーフアップと、そして正しいやり方について解説していきました。正しいやり方をおさらいしていくと、まずはスタイリング剤をつけること。スタイリング剤をつけて髪にツヤとまとまりを出します。そして結ぶ位置はこめかみの高さから耳の高さまでやや斜め下 V の字にギザギザに髪の毛を分け取る。これでパックリ分け目が見えづらくなります。そして3つ目、結ぶ時は下の髪の毛だったりこのね周りの髪の毛を絡まらないようにすること。毎回避けながらやるのか、あらかじめクリップで留めておくのか。そしてゴムは太めのものよりは細めのものを使うこと。
で、最後にハーフアップをギュッて締めるときに、全体の毛束を2つに分けてギュッと普通に引っ張るのではなくって、内側の髪の毛を2つに分けて下に引っ張りながら締めること、この5つですね。これに気をつけるだけで今までとは全然違うハーフアップにすることができます。このベースを覚えておけばいろんなアレンジにすることができるので、ベースとして覚えておくのはマストかなと思います。ぜひ今回のやり方を覚えていただき、ハーフアップを楽しんでいただけたらなと思います。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクから、かもしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。カミニーとは現役の表参道美容師であり毛髪診断士でもある謝るが、開発プロデュースを手掛けるヘアケアブランドです。発売時は Amazon ビューティーカテゴリー9冠達成、また楽天市場では発売開始早々に総合ランキング1位を獲得するなど、今注目されているヘアケアブランドです。一番の特徴は150万人を超えるフォロワーを持つ SNS を活用している点です。 SNS を活用することで広告費を削減し、削減分を原料に充てることでサロン専売クオリティを手頃に使い続けやすく提供する新常識を作り出すヘアケアブランドです。髪を通して日本中の女性を輝かせるというコンセプトのもと、皆様の髪にいいものを提供し続けることをお約束します。もっと知りたいという方は概要欄もしくは Amazon 楽天市場にて髪にいいで検索してください。